関西のキャバ嬢のリアルに迫るキャバドキュメンタリー、それが関西キャバストーリー。やりたいことはやるって決めたら全部やりたい。今年やりたいこと100個をノートに書き込み、全てをやり遂げていくスーパー前向き女性しずきさん。果たして今回は。この日は出勤前にランニングに勤しむ姿が。しずきさん、はい、おはようございます。おはようございます。あの、ランニングですか？はい、ランニングです。あ、そう。結構よく走りに来られるんですか？2、3日に1回は絶対走ってますね。あ、どれぐらいの距離？どれぐらい？3、4キロから、まあ、7キロとか、そのぐらいですかね。7キロ？はい。なんと、日によっては7キロも走るとのこと。なぜ一体そんなに走り込むのか。なんでそんなに走るんですか？なんか体型維持したい。体型？はい。え、全然、あの、スマートな、必要なんですか？いや、したいんで、そうですね。はい。ああ。なんか、はい。走ってる時って、はい。何考えられたりしてるんですか？何考えてる？結構無心かもしれないです。あ、そうなんですか？はい。結構、早いっすね、ペースが。本当ですか？はい。はい。あ、そうですか。はい。でも、この後も仕事ですよね。そうです。仕事行きます。しんどくないですか？確かに、ちょっと疲れてるけど。はい。ちょっとなんか、はい。早すぎて、ついていけない。この後も、朝から本当にたっぷりランニングを行ったしずきさん。これで終わりかと思いきや。なんかそんな急いでどこ行かれるんですか？この後はジムに行きます。え、さっきまでランニングしましたよ。あ、そうですね。はい。え、スポーツジムに行くんですか？はい、行きます。ランニングの後、しずきさんが向かったのは、おしゃれなスポーツジム。あの、しずきさん、あの、結構こうやってなんかお仕事前にこういうなんかトレーニングされることってあるんですか？まあ、たまにあります。うん、朝やっぱランニングもされてましたし、でこれでまた筋トレってなんてしんどくないですか？正直しんどいですけど、あ、でもちょっとお父さんにも書いてるんですけど、車のレースクイーンに乗ってもらいたくて。めちゃくちゃ頑張ってるんで。もう一個やりたいことがあって。え、まだあるんですか？あの、今車のレースクイーンになりたくてちょっと頑張っていまして。え、あ、そうなんですか？はい。しずきさんはバイクのチームのレースクイーンはすでに経験済みなんだそうですが、もう一つ大きな夢、日本最高峰の車のレースのレースクイーンも目指しているというのです。何個やられてるんですか？なんかすごいな。何個やってるんでしょうね。何でも本当にすごいです。うんうん、それも絶対になりたい。絶対になりたい。なんか車、バイクはやったことあって、それでも楽しさに気づいてしまったので、車のレースクイーンになりたい。エンジン音とか、そのピットとかのピットに降りた時のなんかオイルの匂いとかがもうすごいこう興奮するというか、
やっぱりレースも、まあ、一番、ね、近くで見てるんでやっぱり感動もしますし、やっぱり車の方がこう、ね、大きい大会が多かったりとか、やっぱり車の方が特に車の方が水とか、やっぱり花が、まあね、車のレースクイーンになるためのトレーニングはフィジカルだけではなく、ウォーキングのレッスンを行うなど日々自分磨きに取り組んでいるようで、実際どれくらい鍛えられてるんですか？腹筋がつらわれるぐらい、ちょっとだけ見せてもらってできるんですよ。はい、はい、このぐらいです。お、これは割れてますか？いや、割れてますよ。うっすらというかめちゃくちゃ割れてますやん。腹筋が割れているキャバ嬢って一体？レスクイーンとかやろうと思ったら、それが絞られてた方がいいんですか？いや、どうなんですかね。でも、なんか自分がレスクイーンを見たときに、なんかちょっとうっすら割れてる方がかっこいいなって思うんで、なんか自分がなりたい像に近づくためにというか、頑張ってる感じです。今からちょっとバックランニングだけ、やって帰ります。50回。はい。あ、わかりました。頑張ります。はい。1、2、3、4、5。25、26。48、49、50。わどうですか今、どんな気分ですか？死ぬです。ノートでも書いてられたそのレースクイーンっていうのはなれそうですか？なれたらなれると思います。頑張ってます。今日朝からランニングして、はい、今トレーニングもされて、はい、この後仕事行かれるんですか？はい、この後仕事行きます。この後ももちろんお店でも大活躍だったしずきさん。夢に向かって頑張る女性は美しい。今日は何しに来られたんですか？今日は部屋いっぱいに幼虫を並べるんですか？そうです、部屋に